石川氏は、石川を苗字とする一族である。主に、次の5系統の石川氏が存在する。蘇我氏、蘇我連寺系、石川氏、官武兵氏、日立兵氏大城支流吉田市一門の石川氏。聖は源氏川内源氏源吉地流石川氏。本校で聖述聖は源氏大和源氏源,源氏、り近流石川氏。 源のより近流道の区石川市のうちで、美の国厚み軍司教書の児童となった石川孝治の子孫。石川氏ともかく、落ち瀬の伊予河野氏から分家した家で、河野通春の孫、通り、有野の子、石川道正を外する。他に、蒸気の義似流と称した、備中の国人である石川氏と単語の石川氏がある。 源の義家の六尾の源の義時を外する石川氏。他氏との混同を避けるために石川源氏と呼ぶことの方が多い。自称、樹栄の乱の際に同じ源氏で平家法の源規定に攻められて大敗を喫し、一族の多くを失ったが、源氏が平家を倒すと勢力を回復し川地国南部に勢力を拡大した。鎌倉時代には、 南河内の一大勢力となった。しかし、鎌倉幕府が衰え、河内国南部に、楠木正成に代表される、伊予田千花の氏などの系統の在地豪族が、台頭すると、それに圧倒されて、勢力を失い一族の多くは故郷を離れて各地に、離散した。正成の配下になり、河内に残った一族も、少なくない。戦国期の摂津国の中川氏は、 この石川氏の系統とされる。戦国時代後期に石川和正、家成を輩出した三河の石川氏は、吉時の子孫のうち、石川正康が連女に随行して三河に流れ着き、定住したのが始まりという。また、三河守護一式氏の悲観であったとの説もある。松平氏に仕え、代々筆頭画廊を務めた。 流泳機関にある徳川子古山の安城府第7家の一つであり、新編岡崎市市や、島学部雑誌によれば、石川家は、三河の浄土新州門との相対的立場にあったと、される。和正は、松平清康の重臣、清志県の自慢で、三河商船城主、交渉と、松平十吉の娘との間に生まれた。 家老として、徳川家康に仕え活躍したが、やがて、橋場秀吉の下に出奔しその家臣として、大名となった。しかし、子孫は、秀吉の死後江戸幕府を開いた家康に礼遇され間も、なく改役処分となった。石川家夫南馬録によれば、数世の弟、石川清正の家が、交渉流の中で、本家改役後も、旗本として残ったとされる。 家なりは、清志県の三男として生まれた。母は、家康のおばにあたる水野忠政の娘、吉原院妙西にで家康の母方のいとこにあたる。家康より、家の字を変記として授かった数少ない武将の一人で、あり家康関東以法前は、徳川家先方として、功績を重ね、東三河の旗頭、掛川城主等を務めた。家なり家石川家は、 不代大名として、明治維新まで存続した。石川家父によれば、老いである和正は家なりより一切年長であったが、交渉死後石川本家相続を家康より家なりは、命じられたとされる。実際数世は家なりが、東三河旗頭を退いた後に、道旗頭を引き継いだ。家なり死去後は、着難。 交通が先に死去していたことから大久保忠近の次男、中部佐が、石川家を継いだ。家成系石川家からは宗家である伊勢亀山藩、中部佐の次男、宗長を外する日立下立藩が大名家として、幕末まで存続した。旗本家としては、中部佐の四男、帝統家石川屋、七千国、ただし宗七男、宗子家、宗長着子、宗領の次男、 忠明系家成次男聖次系などがある家成流以外でも清健次男和政系石川正康の子より生じた安永系重光系正信系義久系その他にも多くの家が旗本として存続したなお石川定山は石川系不難馬録によれば鎌倉時代末期から室町時代初期の当主 吉忠の自死、信重の末にあたる。三河石川書家完成提書に記された旗本や、主な御家人か三河石川書家系図実践は実、実施転戦は、養子太し転戦は、婚姻関係。1から18、家なりさすが川本家歴代当主。1、早朝系市販歴代当主。一から九帝統系歴代当主。一 創始系歴代投手。1、忠明系歴代投手。ありがとうございます。